ってくれたら嬉しいじゃん。ファンのお金で飯を食おうということで、今回は、はい、お寿司ということで、はい、なんでその帽子なマジで、何の脈絡もないですよ。また必殺のやり、いた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 、おいペコリやないね、顔なしや、しゃべれ、もうキャラ守んねん、お面つけてるとこから見てたわキツナ寿司、あの、なんて知ってますの、あの、運動会もいたんですけど、あの人もなんか来られるんですけど、ライブなんかもうあれらしい、なくなるらしいです、もうダメらしいです、笑っちゃダメじゃないですか、映ってますし、笑っちゃダメ、よく笑うなと、全然もうダメらしいです、1年2年もう疲れたやつ、いやもう笑ってるよ、使えへん、違う違う違う、それ笑っちゃダメな話じゃん、そう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 、カズミ先生みたいな、殺していい、田中めっちゃ腹いっぱいですよ、これラーメン食べてきたんですか、僕知らないです、コーラ一気飲みしてきます、どこで笑うね僕だって今ピンタしてます、トマトも、冷やしトマト、寿司焼きで五六貫しか口にせんと、今胃袋と、胃袋と何やってんですか、コンビ、コンビ、秘密の話です、胃袋とコンビ組んだんですよ、調子悪いな、今日みたいに最近調子悪いな今日は懐かしマスクのオルタルト日本、調子悪いな当たんな最初だけやったな大っ嫌いなぞこれ、持ち帰りしないですか、え、おい、なんとかしてくれ、ちょ、もう混ぜんといてくれ前からもしょうもなこと言われるちょっとうるさいな、マジでなんでこっちでできひんの、もうマツコさん結構食べますね、年齢の割には、グリグリ食けんこいつ絶対食わないでしょ、あ、じゃあ全然口もごもごして終わりですよ、死ぬほど見ましたそれ、4ずつにします、もう頼んだっつってね、あ、そうですかあ、俺ネタ飛ばして口あわあわしてる時は、え、そんなことあるんですか、あ、いや、ありますあります、ちっちゃい子で次何とか言ってしまう本当に、はい、ありますありますネタ飛ばすネタを飛ばしたんですよそうそう、まだ飛ばしてあかん手前で飛ばし出してやってる僕らわけわからないなって言う前場所でしょ、こんな感じで OK よ、はい、それはまた3日間のレイジさんだから、この芸人のやつはやらない、何の下様やってたっけ、僕は12月寒っ、はい、どこの河原でやるんですか、どこでも、それは本当ですか、はい、やりましょう、3人でバーベキューで、田中さんの家から何持ってくるんですか、僕の家からは、例えば服とか燃やそばゴニゴニしてえ、マジでクソにしてるんですか、ほんまに一人何で今のでマナさん、おはようございます、靴つけてはよ行けや、あらさ、あざす、チャンネル
登録よろしく。